皆さんこんにちは。今回は、海外遠征第8話の後書きだぜ。元愛車とランサーのレースよね。ああ、彼ら S はエンジンだけをそのままにして、ランサーはトニーとコンコルドのパーツをつけたな。ちなみにどこをつけたのかはコネ返しに言うわよ。それじゃ、コネ返しをするよ。いろいろこちらのストーリーに合わせてくれてありがとうございます。ちなみに撮影ですが、当分は多分問題ないと思います。新オープニングと新エンジンズ、楽しみにしてますね。今からですけど、コンコルドの何のパーツを使ったんです。すごくですよ。先週は聞かれたのです。楽しみにしていた。どうも、ミラクルの MRL です。あの戦士の姿にモンスターの金、あとの1本があるだけの状況をいつでもお待ちしてます。ちなみに8個目です。すごく疲れたのです。エゴが空を華麗に飛んでいる。ミュージコン、すごくです。大元気かっこいい。次回も楽しみにしてます。すごくコメありがとうだぜ。それと、ランサーだけどね。ああ、エンジンとタービンと足回りをつけたぜ。それと、自動操縦とボールと走行もな。すごいことになってるわね。パーツを潰すにはそうするしかないからな。それと、なんか修行を徹底するみたいだけど。ああ、ミートとスピードペイバックのチームリーダーとも決定するためにな。現在は、4人だったわね。多分この先だけど、海外遠征シリーズにその話が出ると思うぜ。そっか、今の話だとマーカスの。それもあるか、いろいろとやりたいからな。そう、次回の写真は、ビーワイと放置車両と戦闘用マシンだぜ。それと、バイタンガレージに何者かが占拠されたみたいだよ。占拠をされたみたいね。ああ、合成だな。次回は、海外の挑戦をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。